J リーサルのリングネームで知られるジャマーシップマンはアメリカ合衆国の男性プロレスラー、ニュージャージー州エリザベス出身、ロー所属、マイキー・ウィップレック、ダンマフの下でトレーニングを積み、2001年12月7日、16歳でプロレスデビューを果たす。2002年9月13日、ジャッポが主催するネバー・フォーゲットに出場し、ジャッポ t v 王ーを保持する、 ゴーストシャドウに挑戦。自身と同じく挑戦者として出場しているレインを交えた3、ウェイマッチ形式で激突し、勝利。自身初となるタイトル獲得となった。12月28日、ローに初参戦。同団体が主催するフィナールバトルのダークマッチに出場し、ホミサイドと対戦したが、敗戦した。2003年1月11日、ローが主催する。 リベンジオンザ・プロフェシーにて、リングネームを、ハイドロと、改めて、スペシャル系のメンバーとして、活動を開始する。その後、サモア上の一派に加わり、2005年3月5日、トリオストーナメントにて、ロー・ピュア王座を保持するジョン・ウォルターズと対戦。この試合に勝利を収め、20歳という若さで第4代王者に、輝いた。また、3月15日には、ゼロ、 バンマックスに参戦。CW アンダーソンとのタッグで、日高カオルジンは&、藤田実ノル組と対戦したが、敗戦した。2006年1月、ティネと契約を交わし、リングネームも、J リーサルと再解明した。2月12日、ティネの PPV、アゲンストオールオッツの4ウェイマッチに出場し、マット・ベントレーアレックス・シェリー、PT ・ウィリアムズと対戦。 ウィリアムズからピンフォール勝ちを収めた。2007年に入ると、ランディ・サベージを彷彿とさせるギミックを演じるようになる。6月17日、スラミバー3にて、ティネ、X ディビジョン王座を保持するクリス・セービンと対戦し、勝利。第28代王者に退官したが、19日に行われた初防衛戦で、前王者のセービン、サモア・ジョーを交えた三部屋形式のタイトルマッチに、 敗戦。わずか二日で王座から陥落した。9月9日、ノーサレンダーにて、カートアングルが保持する、X ディビジョン王座に挑戦。勝利を収め、第31代王者に退官し、以降リーサルは、X ディビジョン戦線の中心レスラーとなり、同王座に6度の退官記録を樹立した。2008年8月、コンシクエンスクリードとのタッグチーム。 リーサルコンシクエンスを結成。12月16日、ティネ世界タッグチーム王座を保持するビアマネーインクに挑戦し、勝利。第10代王者組に輝くなどの活躍を見せていたが、クリードが2010年3月29日付でティネから解雇されたため、タッグチームは解散となった。2011年5月、ローに復帰することを発表。6月26日、 ベスト・イン・ザ・ワールドにて、マイク・ベネットとシングルマッチで対戦し、ロー復帰戦を勝利で飾ると、8月8日には、同団体と契約を締結した。8月13日、エル・ジェネリコが保持するロー世界 TV 王座に挑戦。これに勝利を収め、同王座の第四大王者に輝いた。以降、6度の防衛に成功し続けていたが、2012年3月31日、 ロデリック・ストロングを挑戦者に迎えた7度目の防衛戦でピンホール負けを喫し、王座から陥落した。2014年4月4日、サプルカード・オブ・オーナー・エイトにて、トマーズ・チャンパが保持するロー世界 TV 王座に挑戦。試合終盤に、トゥルース・マルティニがリングに乱入し、チャンパに対してニーブレスで攻撃。このアシストを経て、最後はリーサル・インジェクションを決めて、 ピンフォール勝ちを収め、第9代王者に退官。リーサルは、試合後のマイクパフォーマンスで、マルティに率いるヒールユニット、ハウス・オブ・トゥルースの一員になることを発表した。2015年6月19日、ベスト・イン・ザ・ワールド2015にて、ジェイブ・リスコが保持するロー世界ヘビー級王座と自身が保持する TBO 王座をかけた、ダブルタイトルマッチに出場。最後は、 起き手破りのジェイドリラーからリーサルインジェクションを決めてブリスコからピンホール勝ちを収めロー世界 TV 王座防衛及び第22代ロー世界ヘビー級王者に輝いた8月22日フィールドオブオーナーにて新日本プロレス所属の中村信介とタンクを組みレッドドラガンと対戦試合は終始リーサルが中村に対抗心を燃やす展開が続き タックチームとしては機能していなかったものの最後はリーサルインジェクションでフィッシュからピンフォール勝ちを収めた。10月23日、ロデリック・ストロングに敗戦し、567日間保持し続けていたロー世界 TV 王座から陥落した。2016年1月4日、新日本プロレスが主催するレッスルキングダム10にてロー世界ヘビー級王者として、 マルティニと共に初登場を果たす。同工業で、マイケル・エルガンを相手に防衛戦を行い、勝利した。2月19日、ロート新日本の合同工業オーナーライジング、ジャパン2016後楽園、ホール大会にて、ロス・インゴベルナブレスでハポンの内藤哲也とタッグを組み、カオスと対戦。試合は内藤が、のらりくらりとした立ち振る舞いでギクシャクした展開が、 続いたが、試合終盤に、セコンドのマルティに、エビルの乱入で優位に立つと、最後は、ヨシハシにリーサルインジェクションを決めて、ピンフォール勝ちを収めた。翌20日、ロー世界ヘビー級王座をかけた、タイトルマッチで、本間マともアキラと対戦。終盤、本間を突き飛ばしレフェリーと衝突させてダウンすると、LIJ のメンバーが乱入し、本間を襲撃。最後は、 内藤の急所蹴りのアシストからリーサルインジェクションを決めてピンホール勝ちを収め大座防衛に成功。試合後内藤がマイクを握りリーサルを自身のアミーゴと紹介しマルティニと共にとともに LIJ との共闘をアピールした。8月20日ローのデスビフォーディスオナーティンラスベガス大会でエビル内藤リーサル VS 高橋博士二郎 ハングマンページアダム・コールの試合をエビルと内藤が途中でタッチを拒否するなど試合を放棄、その後リングを去った。11月5日、パワーストラグルにて、負傷欠場となったエルガンの代理挑戦者として、内藤の保持する IWGP、インターコンチネンタル王座に挑戦。最後は内藤からピンフォール負けを喫してしまい、王座ダッシュとはならなかった。 フィギュア4レッグロックダイビングエルボードロップエンズイゲリ、ロー世界ヘビー級王座ロー世界 TV 王座2巻、王座時代ロー世界 TV 王座その他、アメリカのインディー団体を中心に多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。